88年に小企画より発売されたカードゲーム。また、一連のカードゲームシリーズ、およびこれらとキャラクター、世界設定を同じくする、ボードゲーム、コンシューマーゲーム、コミック、小説などの一連の作品群を指す。作品群については、モンスターメーカーシリーズと称することが多い。小企画社長の鈴木義一郎が多くの作品についてゲームデザインを行い、 各作品共通の世界設定や小説の執筆も行っている。また、ほとんどの作品について9月姫がキャラクターデザインを行い、関連のイラストやコミックも執筆しており、本シリーズの顔とも言うべき主要クリエイターとなっている。以下、作画の名がない作品は全て9月姫による。世界はファンタジー TRPG を基調としていて、 登場するキャラクターもファンタジーのキャラクターたちである。イラストの傾向と相まってユーモラスな雰囲気がある。しかしながら作品の展開が進むにつれて設定が明確にされて本格的なファンタジー作品へと変わっていった。ウルフレンド大陸を例にとるとヒューマン、エルフ、ドワーフ、オーク、シャーズといった種族がある。およそ一般的なファンタジーにおける設定を 踏襲するが、独自種族のシャーズについては以下に記す。各種族を導く7人の神が知られている。シリーズにおいて、最も一般的な舞台となる世界である。以下に、主要な地理を記載する。モンスターメーカーシリーズの登場キャラクターは、基本的に男女同数が用意されている。なお、キャラクターたちは、すべての媒体で全く同じとなっているわけではなく、媒体によって、 才も見られる。筆頭タイトルを含む以下の12作が小企画より1980年代に展開されたが、現在はすべて絶版。その後リバイスドシリーズが発売されている。モンスターメーカー世界をベースにしたトレーディングカードゲームであるリザレクションシリーズは2001年からトレーディングカードゲームとしてエポック社アークライトより発売されている。イラストは 主要キャラクターは9月姫が担当しているが、多数の作家が参画している。後日のテーブルトーク RPG、モンスターメーカーリザレクション RPG は、関連商品として発売されたもの。複数のシリーズが存在するが、それぞれゲームシステムは独自で関連性は薄いが、モンスターメーカーのキャラクターは、共通して登場する。このか、ブームのピーク時には、 モンスターメーカーだけで4本も漫画が掲載された。モンスターメーカーのコンピュータゲームは、鈴木銀一郎の実施であり、女神転生を制作した鈴木和也が開発の多くを手掛けている。闇の竜騎士のプロモーションのため、ルフィア役の笠原広子と霊役の久川綾によるアミューズメントパーティーファーストアベニューを TBS ラジオにて放送。ただし発売延期のため、 放送は発売前に終了している。コトブキ屋から880円で原則として5種類ずつ発売された。一価格シリーズごと発売順に並べている。カードゲームからという仕様を考えテーブルトーク RPG のコマとしても使えそうな大きさにまとまり製品の入った箱も組み立て後即クリアケースとして使用可能。キャラクター名の後のゲーム名は ポーズを採用したゲーム名。なお商品ごとにモンスターメーカーと表記すると、冗長なので、MM と略している。メアリーとドラゴンのみ、モンスターメーカー学園祭、他はすべて、モンスターメーカー学園から。こちらは一種類ずつ発売。箱絵もポーズも描き下ろしで、刀身が長く、ほとんど省略されていた花も、花筋が通っている。少女漫画誌、アップルミステリーで、 とんでも、ドール赤音ちゃんに続き連載した作品。モンスターメーカーシリーズではないが、ルフィーヤがレギュラー出演している。RPG コミック1号の鈴木義二郎へのインタビューによれば、テレビアニメの企画も来ていたという、モンスターメーカー闇の竜騎士に関するカテゴリー。ありがとうございます。